こんにちは、こんばんは。ドンキで超特殊に挑む完全変態マゾヒストがライラガイです。前回練習でビノバルド先生に登場していただきましたが、今日は特別講師としましてスタイリッシュなヘアスタイルが大人気のブラック先輩に指導をしていただきます。どうも、毎朝セットが大変なリーゼントブラキリオスです。今回ブラック先輩にお願いしたのには理由がありまして、今後のドンキシリーズを継続していくにあたり、最終装備は少し風化した価値と設定しています。そしてこのシリーズを無難に成功させるためには、剣術、無心、亀短縮、裏回心、ドンキ、これらのスキルを乗せて挑戦したいのですが、残念ながら現状のお守りを駆使しても4つまでが限界で、神馬を求めてさらに効率的に探すためには、やはりブラック担保を周回で探していくのがベストかなと思っています。そのためには G9 のブラック戦隊に勝利する必要があるのですが、残念ながら今の実力ではタコ殴りにされると思いますので、酒場上位でのブラック戦隊に練習相手になってもらいたいと思います。それでは出発。おっと、またもやベースキャンプ街ですか。ここからだと中途半端な距離になりそうですね。ちなみに装備意識はこんな感じになっています。価値は一世単カムですが、最終的には少し風化した価値にしたいと思っています。そういえばここはあいつの初登場エリアだったような気が。そうそう、こいつ違います、イビルです。思い返せば甘い思い出ですね。全てはここから始まったんですね。鑑賞にふけるのもここまでです。おっと、お久しぶりです、ブラック先輩。今日はよろしくお願いします。それではいつもながらのブレイブゲージを貯めていきましょう。ブラック先輩のように動き回るモンスターは嫌いです。微妙な距離からお得意のリージェントボンバーで一気に距離を縮めてくる、まったくなんてモンスターだ。おっと、この尻尾フリフリ攻撃はありがたい。これで一気にブレイブゲージを貯めていきましょう。リーゼントボンバー、さあゲージが溜まりましたよ。ここからは私の番ですね。それでは愛の方向カウンター、はっはっ、6ランチャンと大車輪、ふっふっ、決まったと、今回から必殺技を叫びながらの研修をしていきたいと思います。さあどんどん来たまえ。おっ、これはブラック先輩の必殺技リーゼント、地面にグリグリ攻撃。また同じ技ですか。 AP フィールドカウンター、はっはっ、6ランチャンと大車輪、決まった。ブラック先輩のシャイニングフィンガー攻撃、もう一丁。ブラック先輩のシャイニングフィンガー攻撃、やりますね、ブラック先輩。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと驚き叫ぶ。なんてくだらない寸劇はここまで。華麗な連撃からの攻撃陣3、決まった。どんどん来なさい、カウンター。まだまだこんなもんじゃないでしょ、甘いでしょ。攻撃陣3、ち、外れた。その技はリーゼント、ハンマーヘッド。その技へのカウンターは立ち位置判定がまだ微妙です。かかってきなさい、脳汁全開トランスモード。あ、タイミングが痛いです。ブラック先輩のシャイニングフィンガー攻撃回避からの脳汁全開カウンター、あ、あ、の脳汁全開残感と大車輪、ち、2撃目は外れたか。まあいいでしょう、ブレイブゲージを保つためにしっかりと攻撃を当てていきましょう。お、リーゼント、ハンマーヘッド、脳汁全開カウンター、は、は、の脳汁全開残感と大車輪、ふっふっふ、気持ちいい。ちょっと気分がいいのでもう一丁、脳汁全開残感と大車輪、外してしまいました。さあ本当に寸劇はここまで。ここからは真面目に編集していきます。ブラック先輩との思い出はトライ G からですね。パッケージモンスターとしての迫力は満点でした。振り向きカウンターからの攻撃陣3、ふっふっ、見ましたか。きっちり攻撃力の2段目を開けていくこの神プレイを、どんどんかかってきなさい。お、リーゼント、地面にグリグリ攻撃ですか。その技は見切ってますよ、ふっふっ、トランスモード全開です。まだ戦えるのですか。いいでしょう、それでは攻撃陣3。お、逃げるんですか、逃がしませんよ。
そういえば、ワールドでも、ブラック先輩の登場はあるのでしょうか。重粒子くくりで再登場を望む限りですね。有料でも構わないので、もう少しモンスターを増やしてほしいです。おっと、私を目の前に、お休みモードですか。いいでしょう。きっちりとどめを刺してあげますよ。おはようございます。ここからはグレーブゲージとの戦いです。とどめの、ポーチジン3。まだか、それならこれです。ラストカウンター。からの、ラストポーチジン3。終了。グレーブ練習42時間の成果は、少しあったかな。ブラック先輩、ありがとうございました。